ローファンタジーはファンタジーのジャンルの一つで概念的にある程度明確なハイファンタジーの対概念として使用される。ただし幾分かの例外は存在する。英語圏ではもともとコミカルなファンタジーを示すための造語であった。ローファンタジーという言葉が何を指すかはかなり曖昧であり、どの作品がこのジャンルに属するのかについて一般的な合意はない。 この語を定義するために様々な試みが行われたが、いずれも支配的な位置を得ることはできなかった。つまり、ローファンタジーとはファンタジーのサブジャンルに属するいろいろな作品を示すために使用される一種の包括用語であるというのがより正確であろう。それでも最大公約数的な定義を述べると現実世界を 主な舞台とする話、魔術や超自然的な要素が相対的に少ないファンタジー文学を指すのに使われることが多い。スウェーデンのファンタジーブッククラブが発行する月別セールスカタログとニュースレターに掲載された定義によれば、ローファンタジーは我々の現実の世界に空想的な要素が配置されるが、ハイファンタジーにおいてそれらは 我々の世界と若干の類似点を有するか、あるいは全く独自な世界に配置されるところに違いがあるとされている。ローファンタジーのサブジャンルもしくは関連ジャンルとして、エブリデイ・マジックがある。エブリデイ・マジックは、その名の示す通り、日常における魔法というシチュエーションに主眼を置いたものであり、作品の傾向によっては、必ずしもファンタジーに当てはまらないものも多い。 また作品として、ハイファンタジーの一部であっても、ローファンタジーに分類されるものもある。一例を挙げるとするならば、G.R.R. マーティンの、氷と炎の歌シリーズの場合、ドラゴンや魔法が登場する架空の世界の物語で、あるが、中世、イギリスやバラ戦争をモチーフにした架空戦記であり、両側面を備えた作品であると言える。ありがとうございます。